はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビールかな？僕ビール、君ビールの、裏庭インベーダーという謎ですね。もう謎、狂気すら感じる。原材料名が大麦麦芽と小麦麦芽とホップ。アルコール度数 5%。本製品は旨味、豊かなコクを大切にしています。稀に旨味成分による沈殿物を生じることがありますが、品質には問題ありません。本来の風味を楽しんでいただくため、冷暗所で保存し、お早めにご賞味ください。本製品は一部、小麦麦芽を使用しています。18年の9月、あぶねえ、ギリギリ。賞味期限ギリギリ。賞味期限ギリギリじゃないかよ。あぶねえ。ずっと飲んでなかったのこれ。ハッとする味と香り。これが僕らのビール。世界は変わる、ビールも変わる。僕らのライフスタイルをちょっとだけ変えてくれるビールは、新しい明日を作るのかもしれない。ビアスタイル、イージーホップクリームエール。トロピカルでクリーンなと、ホップ香が押し寄せるスッキリとした口当たり。こちらはね、ヨナヨナエールで有名なヤホーブルーイングの会社ですね。で、カピほんのり甘い。うん。ほんのり甘いな。ほんのりなんか苦味の中に甘みが感じられる。うん。そんなあれだね。でも基本的にヤホーブルーイングってヨナヨナエールのちょっと、パクリみたいなのが多すぎて、ほとんどヨナヨナエールをちょっと薄くしたような味だな、これな。僕ビール、君ビール、裏庭インベーダー。こちらは数量限定らしい。みんなのビールの常識を侵略する。僕ビール、君ビール、裏庭インベーダー。今度のカエルくんは個性的なクラフトビールで、日本人のビールの常識を、侵略するインベーダー。トロピカルで爽やかなホップ香はこの季節にぴったり。いつの間にか冷蔵庫を占領されないようにお気をつけください。値段高いからな。普通に250円ぐらいするからな、これな。280円ぐらいしたか。ヤッホーブルーイングはね、高い。で、感じとしてはペールエールですね。ほとんどペールエール。てか、ほとんどっていうか、違いが全然わかんない。パッションフルーツのような香りと、爽やかな苦味のバランス。何がどう違うか全然わかんない。ビアスタイルイージーホップクリームエールとは。クリームエールは19世紀のアメリカに起源を持つビアスタイルで、苦味が少なくライトで、爽やかな味わいが特徴です。その伝統的なベース、レシピをベースに、ホップの香りが引き立つようにアレンジを加えました。クリームエールの特徴である軽快な飲み口はそのままに、ホップが華やかにふわりと香る、新しいクラフトビールの提案をお楽しみください。希望商売価格なんと288円らしい。高っ。300円ぐらいする。これならヨナヨナエル買うわ。これならあれだ。ちなみにこれローソンで売ってました。
288円だから税込みで300円。300円ぐらいいくな。300円ぐらい普通にいくな。これだったらペー、あの、夜な夜なエールにするわ。普通に考えて。まあ確かに、あの、ほのかな甘さが感じる。なんかフルーツのような甘い。うん、甘さが特徴かな。このシリーズはなんか、よくわかんねえけど、なんかただの、あの、ただのペールエールみたいな感じで、だいたいあの、柑橘系の香りがして、するんだよ。そういうビールだよね。この株式会社ヤホーブルーイングはね、だいたい、あの、その類が実に多い。夜な夜なエールもその類なんだけど、あれは若干、色が濃くて、色が濃くて、ちょっと苦味が、強い。まあ、それに比べて、これは、苦味が少ないですね。で、あんまりコクがない。まあ、でも、夜な夜なエールは、実に美味しい。むちゃくちゃ美味しいビールなんですけど、まあ値段が高いっていうぐらい。まああとは、これだな。もうほとんどね、このビ、ビール会社はね、夜な夜なエールだけ買っとけば、あと別に買わなくていいっていうレベル。もはや。もはやそれぐらいの、レベルだね。もうこれだけ飲んどけって。あと飲むとしたら、あれか、インドの青鬼とかね。インドの青鬼も美味しい。苦かった気がするけど。まあ、そんぐらいだな。ほとんど、似たようなもんだよ。うん。ヤッホーブルーイングね。この会社は、本社が長野県軽井沢だ。軽井沢か。まあ、軽井沢は、すごい涼しいですよね。俺も一回行ったことあるけど。雪が大量に積もってたけどな。あ、これも微妙でしょ。14。コク、うん。甘み、香り。こんなもんかな。2243です。ご視聴ありがとうございました。